どうも皆さん、ガンプラ作ってますか？ガンダム大好きガキオでございます。さて今回はプレミアムバンダイのページにお邪魔して新キットのお話をしていくプレバン紹介おじさん。本日6月10日予約開始となります新キットのお話なんですが、今回もそれはそれはニッチなキットが来ましたよ。まあだからこそ、そういうキットを出すからこそのプレミアムバンダイなんですけどね。それでは今日も見ていきましょう。はい、まずはこちらですね。ハイグレード144分の1、バウンドドックゲーツキャパ専用機です。久しぶりにゲーツキャパっていう単語を聞きました。こちらの灰色のバウンドドックはバウンドドックの2号機に当たるわけなんですけれども、確か複座型になってて、ゲーツキャパとローレン中本が確か原作ではね乗ってたと思うんですよ。でもほとんど記憶に残っていないくらいのニッチな機体ですよね。なんか出てきたなっつのは覚えてるんですけども、だからといってじゃあ何したみたいなのがね全然思い出せない、そんな灰色のバウンドドッグです。でもまあね、ゲームとかにも登場してますし、こっちのカラーの方が好きだっていう方もいるのかもしれません。それでは見ていきましょう。 NRZ055 バウンドドッグゲーツキャパ専用機、機動戦士ゼータガンダムよりゲーツキャパ隊員が登場したバウンドドッグを HG シリーズで商品化。特徴的なグレーの機体カラーを成型色で再現、モビルアーマー形態への変形ギミックを徹底再現。まあこのキットに関しては完全な空張り、色違いってだけですからね。各所装甲パーツを専用カラーで再現、ティターンズの試作可変モビルアーマーバウンドドッグをゲーツキャパ専用機のイメージカラーで再現。はい、灰色になっております。あれ何でしたっけ、可変モビルスーツってのはモビルスーツ形態を主にするやつを可変モビルスーツって言って、可変モビルアーマーってやつはモビルアーマー形態を主にする場合可変モビルアーマーって呼び方をするだったんでしたっけね。ほんで専用台座も付属します。好みに合わせたディスプレイが可能です。かっこいいですね。もう元々のバウンドドックがめちゃくちゃかっこいいんで、それのグレーバージョン、こっちもすんげーかっこいいです。モビルスーツとモビルアーマーの可変ギミックを徹底再現、上半身を腰のスカートアーマーに折り込むようなユニークな変形を設定イメージに合わせた構造で再現。まあね、ここはもう今発売されている1号機からのバウンドドックを持っている方はもうほとんど分かっていることでしょう。いいですよね、このモビルアーマー形態が可愛いんだよな。バウンドドッグって可愛いんすよね。可愛いとかっこいいを兼ね備えた、さらにデザインも秀逸っていう、まあだから人気あるんでしょうね。はい、そんなハイグレード144分の1バウンドドッグゲーツキャパ専用機、こちらが販売価格税込み5500円となっております。変わりませんね。1号機のバウンドドッグがさ、なかなか手に入らないってね、いろいろ話題だったじゃないですか。もうすぐ転売ヤーが7000円とか9000円とかでさ、フリマアプリとかに出しててふざけんなと思ったんですけれども、これだったらね、とりあえずプレ版だったらとりあえず5500円でまず買えますんで、気になる方はしっかりと予約しましょう。あれ、ここ5色かな、ここグになってるね、バウンドドッグになってる。いいんだよね、ドッグでいいんだよね、こっちはクになってるから。あれ、一瞬迷う、ドッグでいいんだよなってなっちゃう。はい、でね、本日もう一つ予約開始になるんですよ。それがハイグレード144分の1、ザクデザートタイプダブルアンテナ仕様です。オリジンの MSD に登場するその開発系譜の中にね、こういう機体あったんすよっていう感じでね、設定はされてる機体なんですって。今こちらがね、ジオリジン公式ウェブで展開中なんで、気になる方はこの開発系譜図いろいろ見てみてはいかがでしょうか。砂漠に潜む極地型ザク、 MS-06D ザクデザートタイプダブルアンテナ仕様、 MSD のザクバリエーション系譜に連なる熱帯砂漠戦仕様機種、ザクデザートタイプの初期生産型ダブルアンテナ仕様が登場。これね、初期生産型らしいです。特徴的な頭部形状を新規パーツで再現、印象的な迷彩模様を成型色と水転写式デカールで再現。新規パーツは頭ですよと、まずね。特徴的な頭部形状を新規パーツで再現、ダブルアンテナ仕様の頭部形状を新規造形パーツを交えて再現してますよ。側頭部に設置した超短2種類のロッドアンテナ、センサーカメラなどのディティールを細やかに再現。はい、この部分ですね、このアンテナが短いのと長いの2本ついてますよっていうのが新規ですよと。砂漠地帯用の迷彩パターンを成型色と水転写式デカールで再現、印象的な迷彩模様を塗装なしで再現可能。これは嬉しいですよね。とにかくこの肩とかこのボディとかいろんなとこの迷彩模様がもう成型色で再現されているということなんで、これはもう一つのパーツで成り立ってるっていうことでいいんですよね。そうだよね、このアーマーに丸々模様がついてますよっていうことでいいんだもんね。すげえな、どういう技術。ほんで専用武装、ハンドパーツなど豊富なオプションパーツが付属。まあね、オリジンはいろんなパーツが付属しますんで、ヒートホークついたり、このミサイルとかがついたり、あとハンドパーツもね、たくさんついてきますよということです。
そんなハイグレード144分の1ザクデザートタイプダブルアンテナ仕様、お値段が販売価格税込み2640円となります。やっぱりオリジンだからちょこっとだけ高い。どうなんです皆さん、このあの迷彩は確かにすんごい、あ、かっこいいなって思うんですよ。よくこんな技術を出してきたなバンダイって思うんですけれども、でも変わってるところってそこと頭部のそのダブルアンテナじゃないですか。これは買いなのかどうなんでしょうか、わかんないです。だからあの油断してると、このオリジンの MSD っていつの間にか増えてんだろうなって思います。はいはい、というわけで今回はプレミアムバンダイから本日6月10日午後1時予約開始となりますゲーツキャパ専用のバウンドドック、グレーのやつですね、それとザクデザートタイプのダブルアンテナ仕様、この2つのキットが予約開始されるという話題でした。ちなみにこの2つはね、10月発送予定となっております。もう10月のキットが予約開始されるんですね。まあこんな感じで10月以降もね、どんどんと新規キットが予約開始されると思いますので、皆さんも財布大蔵省と相談しながら予約してみてはいかがでしょうか。ということで今回はプレバン紹介おじさんの時間でした。また次回の動画も見てください。ガキオでした。